よいしょー、おーしょー、やってまいりました。全然わからない。え、急に呼ばれてるからここに。あ、そっか、うん、まず自己紹介しましょう。はい、30歳の石井です。そして31歳の小野です。ね、なんで年齢言わせるの。一個違いじゃないのこれ。一個違いやる、まあ、正確には2学年違い。一個違いです。2個違う。いやでも今1個、ね、そんなことはいい。あ、そっかそっか。なぜ呼ばれたんですか私はここに。実はさ、あの私この間名古屋出張してきたんですよ。はい。その時の内容をほぼ自撮りで Vlog にしてきました。ほう。はい。なのでこれ石井さんに見てもらいたいなということでここに呼ばれたわけです。出張ってことは仕事ですよね。もちろん、あのとある撮影があって行ってきたんですけども、うん、まあ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 、まあ、あの私ね、偉業を成し遂げました。マジで？マジで、やばい。何しでかしたんだ。とんでもないことになってんだっけ。楽しみなんだっけ。なんだっけ。YouTube こんなんでいいの？大丈夫？ちょっと私が成し遂げた偉業を見ていただきたいなと思います。では行きましょう。つけまして、もう一度ならいきましょう。 VTR スタート。皆さん、名古屋に来ました。一人でこんなでっかい声じゃん。ある仕事のために名古屋に来たんですけども、郡山からは3時間半くらいかかりました。大都会です。すごい。ヤッホー、ヤッホー言っちゃった。この勇気を称えたい。そっからまず仕事してきます。バイバイ。これはね、撮ってもらえる。あ、撮ってもらってんだ。あ、びっくりした。でも撮ってもらったのここだけ。うん。ここから自撮り。こんばんは。今、一つ名古屋での仕事が終わりました。急に夜になった。さてさて、名古屋に来てですね、皆さん、忘れてはいけない、あの人、覚えてますよね。こんなことしていいのかなって思うんですけど、あまりにも会いたいので、突撃しようと思うんですよ。何はともあれ向かってみようと思います。ドキドキする。一人しか心当たりないんだけど、どこに向かってるんですか。どこ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 。皆さん見てください、私本当に来ちゃいました。え、これうわ、テレビ愛知。うわ、テレビ愛知です。 TVA 他局だけど我慢できなくて来ちゃった。突撃しちゃうよ。どう、アポなし。行きます。いいのかな、入ってって。これやばいやつじゃん。だってアポ取ったら他局も他局だよ。会社に来ても多分受付で埋められるよ、これ。行くよ。あ、開かないじゃん。あれ、あんなじゃね、中には入れませんでした。今突撃しようと思って来たはいいものの、中に入れなくて。そりゃそうだよね、いきなり来て入れるわけないよね。でもやっぱ会いたいんだよね。いや、これね、結構不審者だったと思う。でしょうね。え、座ってんの。ここ入り口で座ってみた。怖いんだけど。開かないので今呼び出しました。あの突撃するの無理だったので、ちょっと連絡取りました。そりゃそうだよ、通りすがる人みんな私のこと不審者の目で。いや、警察来てもおかしくないよね。これ夜だったから正面玄関じゃなくて違う入り口の正面だった。書いてあったよ。こんにちは、あの警備さん、警備さんの顔ちょっと撮影させていただきたいのが。あ、いいっすか。あ、はい。新社になる前にスタッフさん採用してくれて、いい会社だなって思って。いやいや、スタートから迷惑かけちゃってるじゃん。とりあえずテレビ愛知の中に入ることは成功しました。ドキドキするんだけど。ここからですよ、来ますよ。本当に入ってきちゃった。来るよ来るよ。お化け屋敷出てくんのこれ。やばい、出てくんのこれ。車久々に見たから余計ちょっと怖い。再会じゃん。そうだよ。
ために私テレビ愛知まで行っちゃいました。本当に行ったのこれ。そう。すごい。だってこれ系列関係ないじゃないですか。他局。これは快挙だわ。これが何？再会の映像なの。そうでーす。スタッフの北川です。あ、北川さん。すいません、ルチャのお願いしちゃってごめんなさい。はじめまして、ね、さっきまで北川さんも被ってたんだよ。すごい。よろしくお願いします。何、福島のひょっとかが愛知でこうやって受け継がれてるのね、見て。被らされてる。かぶらされてる、これは完全に巻き込まれてる、ね、申し訳ないですね。北川さんです。ね、そろそろ顔出してもらっていい？ちゃんと再会取りたい。いいんですか？あ、お久しぶりに。お久しぶりです。いや、なんかまだ2ヶ月しか経ってないけど、すっごい久しぶりだった。嬉しい。やだ、会いたかった。え、すごい。てか、大丈夫ですか？巻き込まれてますよね。愛知ってこういうとこじゃないでしょ。ガイマミーの影響やばいですよ。待って。いや、カメラさんも被ってるじゃん。ちょっとこう、そう、入り口で案内してくれたスタッフ、皆さん大変です。ノリがいいですね。テレビ愛知も福島と同じ感じになっちゃいましたね。そうですよ。え、じゃあ踊りますか。踊りましょうか。いや、踊らないです。踊らないしてるじゃん。踊りますか。せーの、デン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 どうでした？想像の遥か上行ってました。いい方でしょ、うん、やったぜ。これ私ね、運命だと思ったの、うん、名古屋の仕事が入った時に、あ、これは私会いに行くべきなんだなって思って、うん、もうディスティニーですよ。ディスティニー、うん、運命感じちゃった。運命感じて、でね、まあこれだけじゃないんですよ、うん、ちゃんと長江さんに私、うん、話聞いてます。ちゃんとした取材もやったのね、はい、はい、ということで、はい、私が長江さんに聞いてきたお話、うん、今から流れます、はい、準備いいですか？大丈夫です。行きましょう、スタート。私は今日本当の長江まみを伝えに来ました、はい、本当の長江まみって何ですか？はい、だいぶな猫かぶってるって聞いたんですよ。どうですか？なんかちょっとまだね、気を使わてくれてるなっていうのは思います。ちょっとおとなしい感じで。北川さんはどうですか？いや、もう可愛い綺麗なお姉さん。北川さんが気を使ってます。あ、はい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 、はい、ちょっと出し切れてない。こっちがちょっと申し訳ない。いや、こっちなんですよ。初めてテレビ愛知でひょっとこかぶったの今日初めて。そうなの。そんなんじゃないんだよ。え、でも、いや、全然出し切れてないということを聞いて、うん、ちょっともう早めに全部出した方がいいよっていうのまで伝えに来た。本当の私ですか？うん、そうだね。まあでもそれはこのインタビューが終わる頃には出てるでしょうって。そうかな。確かに見られちゃってるのがよかった。でも確かに、あの福島の人からのもらった手紙とかツイッターとかのコメントとか読んで、朝しかばってなってる時ある。でもね、あのカイヤの格好をした長江まみはだいぶいい感じ。じゃあ、 あれは衣装さんが用意してくれてたの。パン娘の格好してもらうっていうのだけ聞かされてて、朝メイク室行ったらその衣装がかかってて、これ私のじゃないよなって思ってたの。確攻めてんな、テレビ愛知。でもいい感じにテレビ愛知の皆さんは長江まみを引き出してくれて本当にありがとうございます。ああ、ありがとうございます。いやー、こんなはずじゃないんですけどね。よかった、今日はまずそれをね伝えたかったんだ。あとは福島のゴジテレとかね、最近は見られてないと思うけど、なんか気になることないですか？え、ゴジテレは確かに見られないけど、まあ、石井がね、日記やってるじゃん。やってるやってる。やってる。すぐ3日もんだと思ってたんだけど、案外頑張って日記書いてて、それも見てるし、あと、ゴジテレ中のさ、ツイッターめっちゃ見てるよ。え、最後のめっちゃ外してるし。慣れてた。外しまくってんなって思ってた。てね、違うさ、うん。うるせえんだけど、顔を撮る。序盤から思ってた。いや、でもこうやってなんか曲を離れてもなんかね、相談とか乗ってくれて本当にありがたい後輩だったなって改めて思ってます。私だってそうですよ。だって寂しくて寂しくて結構仕方ないもん。
毎日ぐらい連絡取ってますよね。でなんでよくわかんない写真とかね。そうそうそう、新緑の桜とか送ってきて確かにということで、元気な笑いさんも撮影することができました。元気ですよ、皆さんも元気ですか。でもこれ大丈夫だ、猫かな。大丈夫だって、見て、もう奇跡が起きてる。ほら、そう、福島中央テレビのためにテレビ会社さんがスマホで私たちの映像撮ってくれて、そうなん、ご迷惑をかけしてどんだけ優しいのって思う。楽しいね。楽しい。飲んでるみたい一緒に飲んでる。ほんと石元気、あ、石元気だよ。あ、よかった。これ話し短い、石のパーツ短い、ね、で、多分愛知の皆さんは長江真美という人が福島でどんな風に過ごしてたのかとか、どんな、ね、思い出があるのか知りたい人多いと思うんですよ。で、福島の人も、うん、長江真美が今どうやって暮らしてて、何をね、楽しく暮らしてるのかとか、いろいろ知りたいわけじゃん、はい、お互い近況知りたいわけですよ、はい、だから、おコラボしませんか。してるじゃん俺もかしてるよね今。違う、もっとすごいコラボしないってとにかく私は今テレビ愛知さんと一緒にコラボしたいという気持ちでいっぱいでここまでやってきました。ありがとうございます。なんかこううまいこと曲の垣根越えちゃいません。はい、やりましょう。やったー、ありがとうございます。もっと上にちゃんとね、話し合ってもらって、なんも考えない。名前がまともに見える大丈夫です、北川さんが天才ですからありがとう。ということでコラボ決定しましたね。おお、決定しましたか。じゃあ仲間だった今。最後に、うん、みんなでこう踊って解散しましょうか。初めて。長江真美の全力の踊りを見せてもらいます。でも小野さんも上手なんで。おい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 、巻き込むな巻き込むな北川さん。いい、北川さんいい踊りしてるな。どう？いやすごいよ、すごいすごいけど。すごいでしょ。テレビ愛知の皆さんすみません。え、なんで謝ってるの？だって冷静に考えてください。アポなしで突撃してきた人がいきなりコラボしましょう言ってしましょうっておかしくないですか？なんで本当にコラボすることになったんですよ。テレビ愛知と。そう。ほぼほぼテレビ愛知の北川さんがいろいろ考えてくれた内容でやることになります。北川さんありがとうございます。どう、この長江さんのさ、うん、この姿を見られて。いや嬉しかった。顔見たのはかなり久しぶりかもしれない。あ、電話とかね、うん、メールとかはしてるんですけど、まだちょっとね、ちょっと感じませんでした。あのね最後ひょっとこを踊ってるところで、うん、あ、長江真美全部出たなって思った。でも次のだからコラボの時にね、うん、化けの皮全部剥いでやりましょう。ああね、もうね、やってしまいましょう。もうこの中テレのブレーモの2人が化けの皮全部剥いでやりましょう。長江の、うん、そうだね。で北川さんがさらに引く、うん、大丈夫北川さん何でも OK だと思うで、このコラボっていうの何やろ。分かんない。あ、そこはまだ降りてきてないんですね。小野さんのところまで降りてきてないんですね。私のところまでちょっと降りてきてないけど、大丈夫、テレビ愛知の皆さんがしっかりしてるから大丈夫。そっかそっか、もう全部任せよう、テレビ愛知。私たちは、おんぶいたっこ、乗っかれば乗っかっちゃいましょう。北川さんにも乗っかればいい。よろしくお願いします、北川さん。多分ここに詳細が出てます。コラボ何やるかっていうね、うん、まだ分かってないけど、私たちあんな企画やこんな企画、楽しい企画盛りだくさんでお送りしますので。分かってないけど、はい、もうね、ここ楽しみに、はい、ぜひこれちょっとクリックしてほしい。そうだね、分かってないけどね。分かってないけどね。クリックする系なのかどうかも分かってない。こうかもしれない。こうかもしれない。よろしくお願いします。こうかもしれないよ。こうかもしれない。YouTube 面白い。 TV愛知の人がやめますとか言い出さないから。これ見て